ムチャンネル。ああ、匂いが本当いいです。こっちも座って見れるみたいですね、こっち。二限中継でお送りしております。これは年中もう雪が溶けて雪が降ってもこんな感じ、常にこういう状態です。硫黄苔っていうの。へえ。ここはあの大湯のまた地獄谷に合わせて一日一番。本当です。
こがさっき説明した五八地獄です。ああ、そうなんですね。地面にある。はい、ヨーロッパとかアメリカの方は少ないですよね。やっぱり韓国系の人が多いです。ツアーで今日も韓国からすごいツアーが来てるので聞いたら、北海道だんだん安くなってきてるんですよ。こう昔は大阪とか九州が安かったから、バンバン来てたけど、今北海道6万ぐらいです。Thank you.
金運。あ、やっぱそのお金とこれが一番お多いですね。みんな夜このバスターミナルまで来ました。歩いて